マダガスカル航空は、マダガスカルのアンタナナリボを本拠地とする航空会社。マダガスカルのフラッグキャリアでもある。美翼に描かれているのは、旅人の木である。1947年3月、フランスの民間航空会社タイによって設立された。機材は、エールフランス航空より借り入れ、1957年には、タイとフランス優先会社と共同運行を行った。 1960年にフランスから独立し、マダガスカルになった後の1961年4月、政府はマダガスカル航空をフラッグキャリアと定め、同年8月にはメデイアという名前で正式決定された。12月にそれまであったエールフランス航空とマダガスカル航空が合併して誕生した。1962年1月1日に、 マダガスカル国へのナショナルフラッグキャリアとして設立された。路線はマダガスカル国内線とパリとアンタナナリボを結ぶ路線。ただし、機体はエールフランス航空のボーイング707をリースしていた。や、ジブチやモロニ、サンドニ、レユニオン島といった路線を持ち、エールフランス航空もそこに飛ばしていた。運航開始から1963年まではメデイアという社名であった。 1969年にはボーイング737を購入した。その後国営企業から株式会社へ業態変更したが、大半の株式を政府が保有する状態には変化はない。かつてフランス領だったことからエールフランスも出資している。1990年代から2000年頃にかけて経営が悪化したため、ルフトハンザドイツ航空の支援を受け、2002年6月から 再建プログラムに着手した。2003年11月にはすべての負債を完済し、同年の決算では黒字を計上したことで再建プログラムは終了。また航空機運航面でも安全性も非常に高いことで有名である。これを受けて2004年3月には新しいロゴマークを制定、同年にはバンコクへ乗り入れたが、これは同社初のアジアへの路線展開となった。 日本からのアクセスも、バンコクでの乗り継ぎが便利であることから、2004年からの10年で、法人のマダガスカル観光客数は10倍以上に、伸びたが、バンコク線は、その後廃止された。2009年度中には中国への乗り入れを、計画しており、公州白雲国際空港との定期便を維持している。アフリカ近隣諸国、インド洋格闘への路線が主体。以前は、 ヨーロッパへも多くの路線を運行していたが、現在は3路線のみとなっている。いずれもアンタナナリーボ発議であるが、一部経由便も存在する。2019年8月現在、マダガスカル航空の機材は以下の通りである。マダガスカル航空が発注したボーイング社製航空機の顧客番号は B2 で、 航空機の形式名は737から2バイト2747から2バイトになどとなる。日本語版公式サイトによれば、株式の89.58%が政府保有となっている。フロットイメンテナンスエアーマダガスカル。w w w a i r m a d a g a s c a r c o m 2019年9月6日閲覧。ありがとうございます。